はい、今回は旬のヒラタケ使って簡単ですげーうまい炊き込みご飯作るわよ。もう好きなキノコでいいわよ。ヒラタケ 160g、 これ石突きを取って手でほぐしとくんなおいよ。米に粉を普通に溶いて水に30分以上浸してから水気を切っておくわよ。で、生姜一かけをみじん切りにしておくなおいや。水切りしたお米に酒みりん醤油を各大さじ1で、和風だしをね小さじ2杯入れて、水2合を目盛りの上まで入れてかき混ぜるわよ。あとはもう簡単にね、炊飯器で普通に炊くだけ。普通炊飯で OK。 はい、炊けたわよ。動画って便利ね。はい、キノコのいい香りで、ここに生姜を入れて、あとはもう混ぜるだけなのよ。あとから生姜を入れると生姜の香りがまた引き立って美味しいのよ。お米がねもちっとして、キノコの食感がコリッとシャキッと、あーたまらない。めちゃんぼれたらスーパー美味しいわよ。もう絶対やってみるのよ。いいねすのよ。ウェイ、今夜はね簡単おつまみ、豚肉とエリンギの塩レモン炒め、ニンニク2かけ、スライスするわよ。豚肉 150g と一緒にしちゃう。で、酒小さじ1、塩小さじ2分の1、胡椒少々。で、もんで下味つけるわよ。で、唐辛子3本、これね、好みで半分に切って種を少し取って、はい、肉と一緒にしとこう。で、エリンギは 5mm ぐらいにカットして、手で割いとくわよ。で、レモンね、これよく洗って、スライスしとく。で、使う量好みがあるから、3枚ぐらい入れればいい感じ。はい、で、油引かずに、この豚切り落として油多めだから引かずに焼く。で、半分火入ったら、エリンギも入れて焼くなおよ。はい、で、最後、かけ醤油。普通の醤油でも。で、レモン入れて、サッと入れて、仕上げに追いかけて、パッ。今夜はね、米焼酎の水割りな気分。このね、レモン炒めと、この水割りめっちゃ相性いいから。めちゃんこれとね、エリンギのシャキッとした感じとね、レモンがね、もう水割りに合う。はい、やってみるなおよ。いいね、するなおよ。うまうま。今回は、舞茸に関わるお話をしていくわよ。で、舞茸って石突きがあるのって話なんだけど、もうスーパーで売ってる舞茸、石突きないです。舞茸には石突きがないんで、もうそのままね、手でバラすだけ。天ぷらとか煮物とか炒め物とか、もうバラすだけでいいんです。で、白いちょっと硬い部分。ね、白い茎のところも、ここって食べれて美味しいの。白いところも手でほぐしちゃってもいいし、包丁で切り込みを入れちゃう。もうね、天ぷらとか煮物とかこれだけでいいのよ。で、炒め物するときとかソテーは、スライスすればいい。結構ね、白い茎の硬いところにね、みんな捨てちゃう人が結構いるんだけど、もったいないのよ。ビタミン DB、食物繊維とかね、ベタグルカン、免疫アップとか、がん予防とかね、高血圧、ダイエットとかにもすごくいい効果があるんで、もうぜひね、捨てずに食べてほしいなおよ。キノコたっぷりのねバターソテー、定番シンプル、これうまいのよ。しめじ1パック 200g、 これ石突き取ってほぐすなおよ。はい、でえのき1パックもこれね石突き取ってほぐすわよ。にんにくを1かけ、これね粗めにねみじん切りにするわよ。で、フライパンにね、オリーブオイル小さじ2とニンニク入れて、弱火で炒めて香りを出して、ここにね、しめじを入れて炒める。はい、したらえのきも入れて、そこにね、塩をね、小さじ1弱ぐらいね。で、胡椒を少々、はい。あと、しんなりするまでね、炒めていくわよ。はい、で、しんなりしたらここにバターをね、15g 入れて、はい、炒め合える。で、最後に醤油を少々。はい、もうね、これだけなのよ。もうね、シンプルなね、バターソテー。で、最後、小ネギ添えて、レモンちょっと絞ると、さらに美味しくいただくわよ。はい、めちゃんこれからスーパー美味しい、やってみるのよ。いいね、それ、のよ。しめじと豚こまで、スタミナ満点、ご飯が進む中華炒め作るわよ。すげえうまい。豚こま 150g、酒、大さじ1、で、塩コショウして、ね、揉み込んだ下味つけるのよ。で、しめじは石づきを取ってバラすわよ。ニンニク2かけ、粗めのみじん切りにして、豚こまと一緒にしちゃう。で、長ネギ 20cm 斜めに薄切りにするなおよ。はい、フライパン温めて油ソースを敷いて、はい、豚こまを炒めるわよ。で、豆板醤小さじ1入れて炒めて、今回ちょっとピリ辛にするわよ。で、水に半分火が入ったら長ネギを入れて、しめじを入れて全体に消えかけるまで炒めたら、ここにね、先に醤油を入れるの。醤油の臭みが消えてね、濃くなったからですね。はい、で、水 100ml、鶏ガラ、オイスターソース、砂糖、これね、一緒にしちゃってるのに。で、最後にとろみで、ね、水溶き片栗粉でとろみつけて、はい、しっかり焼く。で、仕上げごま油小さじ1、味ぽん小さじ2分の1、味ぽん油っぽさですね。めちゃくちゃ美味しいよ。はい、で、これなんといってもね、あったかいご飯、おつまみにもいいんだけど、これはもうご飯がめちゃくちゃ進むよ。ぺちゃんこれとらスーパー美味しい。タコマが柔らかくてプリプリで、しめじの食感もプリ。やってみるのよ。いいね、するのよ。
しめじと魚味噌で簡単すげーうまい作り置きおつまみ作るわよ。まずしめじ引っ張って、これ石突きを取ってバラすわよ。でこいつしめじのくせにぶっといなってのは指で叩くなおよ。はい、で魚味噌一本、これはこんな感じに適当にスライスするなおよ。はい、じゃあフライパンにマヨネーズ大さじ2入れて、火をつけて魚味噌を入れて焼き色がつくまで焼いたら、はい、ここでしめじを入れて炒めるわよ。ここまで強火。はい、で全体にマヨが絡んできたら蓋をして、だいたい弱めの中火で 2,3 分蒸し、はい、蓋外して最後は強火にして、醤油小さじ1、味ポン小さじ2分の1入れて炒めて、香りがいい、すっげーうまい。はい、でお酒のあてにはこれに黒胡椒かけると最高にうまい。作り置き日持ちは冷めたら蓋して冷蔵庫で焼き、さプリプリコリコリ、はい、やってみるなおよ。はい、今回はね、えのきとウインナーで簡単ですげーうまいおつまみやるわよ。えのきね、一パック、これ石突きを取るわよ。で、半分こにして、石突きと、おがくずくとかついてるとそこ食べれないんで、除くわよ。傘の部分はそのまま。で、根元の部分は食べやすくこんな感じでほぐすのよ。で、分けとくといい。で、ウインナー3本。今回フランクでちょっと太いの使うから、2本ね。こんな感じに切るのよ。で、フライパン温めて油できるよ。で、ウインナー入れて、これね、こんがり焼き色がつくまで焼くまで、オイルにね、ウインナーの旨味が出る。で、えのきの軸の方を入れて、これサッと炒めてね。しんなりしたら傘の方を入れるわ。はい、でパッと炒めてね、バターをちょっと入れて、最後に味塩コショウ少々で味付けで、味ポン昆布醤油を小さじ1。はい、これでね、えのきとウインナーの最強のバターポン炒めの完成。わーもうわーよね。好みで黒コショウ好きなだけかけて、もうワインのお供に最高だけど、どんなお酒にも合う。えのきのね、コリコリした食感、めちゃくるとらスーパー美味しい。ウインナーの旨味を吸って、バターの風味豊かでポン酢がさっぱりした。はい、もうね、止まらなくなるわよ。やってみるのよ。いいねするのよ。ナスピーマン、玉ねぎ、冷蔵庫の余り野菜でめちゃくちゃ美味しい中華のワンパンおかず、やってみるのよ。ナス1本はヘタとガクを取って一口サイズの乱切りにするのよ。で塩ひとつまみで、もみもみしてアクを抜く。でこれこのまま置いとく。ピーマン2個、これも半分に切って種を取って、同じように一口サイズの乱切り。玉ねぎ1個も同じように一口サイズの乱切りにするなおよ。なおよなおよ、はい、で塩もみしたナスに水を入れて、さっとこれ水洗いして、そのまま片栗粉小さじ 1.5 をまぶすのよ。少ない油でトロッとさせてアクを抜くにはこれが一番。はい、フライパン温めて、油を小さじ1入れて、ナスを入れて焼いていく。はい、で全体に焼き色がつくまで炒めてったら、おろしニンニク小さじ1/2、ピーマン玉ねぎを入れてで炒める。でしんなりしてきたら、酒醤油砂糖を味込んで味をつけていく。これ混ぜちゃってもいいや。で汁気がなくなるくらいまで炒めてったら、最後にごま油と胡椒を少々。ナスはトロトロで、野菜はねシャキシャキして、これめちゃくちゃ美味しい。もうやってみるのよ。いいねするのよ。